パナマ運河を航行するロー、ロー船。航行時は、ランプウェイを上げているロー・ローブ船は、フェリーのようにランプを備え、トレーラーなどの車両を収納する、車両甲板を持つ、貨物船のことである。車両甲板のおかげで搭載される車両は、クレーンなどに頼らず自走で搭載、揚陸できる。対義語は、l o l 船。貨物船は、在来船と呼ばれるクレーン付け。 多層戦争の汎用貨物船しかなく、木箱に入れた貨物を数箱ネットに乗せて、船搭載のクレーンで船倉に運び入れ、戦争内で人力で積み付け、かつ固定も必要であったので、二役には莫大な人手が必要で、時間もかかった。第二次世界大戦後、コンテナ船の出現によって二役は、飛躍的に勘弁になったばかりか、海上コンテナをそのままトレーラーに積んで、 ドア2ドアの海陸一貫輸送も可能になった。しかし、コンテナ船の荷上げに卸しができるコンテナ塔を整備するにはガントリークレーンの設置など多額の投資が必要で当初は日本でも横浜、神戸など需要の多い大港湾しか整備できなかった。そうした状況の中、ローロー船は岸壁とトラクターさえあればクレーンが未整備の昇降湾でも二役が可能であり、 トラクターの車体、船内のスロープ等で、デッドスペースが発生する欠点はあるものの、コンテナよりさらに迅速な荷役が可能であるため、コンテナ船気候地から地方公安までの国際貨物の末端輸送手段、または国内貨物輸送の有用な手段として、脚光を浴びた。21世紀初頭の現在、日本国内で海上輸送される貨物のほとんどは、ロール船、 またはフェリーで運ばれている。さらに近年は日本、韓国間などの近距離国際海運においてもトレーラー輸送のための国際間の法整備がされたこともあり農作物輸送などでー牢船による定期航路が開設されるようになった。軍事部門では冷戦時代にソビエト連邦軍の侵攻に備えていたアメリカ軍が戦車などを 欧州各地へ迅速に輸送するため、ローロー形式の輸送管 T アクアを多数配備しており、現在も健在である。ローロー船のランプウェイから岸壁に降りる車多くが船尾、及び船首にランプウェイを備えているが、特定の航路に収益していて、岸壁側に車路が備わっている場合は、ランプウェイを持たないローロー船もある。大型のローロー船では、 クォーターランプウェイと呼ばれるものが、右弦線尾にあるのが普通で、このため接岸は常に右弦付けとなる。大きなクォーターランプウェイでは40フィートコンテナを、積んだトレーラーが、他の荷物を積んだフォークリフトと車路上で行き合えるように、線尾側で、幅25メートル、岸壁側で、幅12メートルのものがある。ロー牢線の内部。トレーラーヘッドやコンテナが積載されている。 車両デッキは一般的に2から5層程度設けられており、上部デッキは大型トラックやトレーラーに対応するため高さが4.2から4.3メートル程度確保されている。株デッキは高さを2.1から2.5メートルほどとし、トレーラーと乗用車の混載、または乗用車専用の位置づけであることが多い。2役は株デッキから行い、船内ランプウェイで、 各デッキへ移動する方法が一般的だが中には上部デッキ、下部デッキに一機ずつランプウェイを装備し二役を独立して行えるようにした船も存在する。デッキ内部は車両の走行の利便性を配慮して横隔壁を極端に少なくしており浸水時には短時間で浮力を失う危険が高い。一部のローロー船では二重線角構造によって 外反との間にバラストタンクを設け、安全性に配慮しているものもある。ロー、ロー線の積載能力は、12メートルシャーシ例00台、乗用車00台というように、車両積載台数で表されるが、これはあくまで積載能力の一例であり、9メートルシャーシや、中型トラック等を混載した場合には当然、積載台数は変化する。戦争への出入りに、後部ランプウェイを備える。 標準的なロー牢線では、船内配置上、機関室の上を車両が通過するため、エンジンには、比較的背の低い中速回転ディーゼルエンジンが搭載されていることが多い。トレーラーで船内へと運ばれたコンテナの、積載方法は2通りある。正しい位置まで自走してきたトレーラーが、トレーラーヘッドと呼ばれるトラクター部分から、後部のシャーシに積まれたコンテナ部分を切り離して、 トレーラーヘッドだけが船外へ降りる方法と、船内でシャーシからコンテナを下ろして、所定の場所に積み付け、シャーシとトレーラーヘッドが船外へ降りる方法がある。校舎の積み付け直す方法は、手間と時間がかかるが、積載効率が上がる。トレーラーヘッドを含めた、車両全体が船で運ばれることもあるが、外交海運では相手、先国の道路交通の国内法が、 トレーラーの自走を制限する場合があるため、場所を取るトレーラーヘッドは、一緒に運ばれることは少ない。ロー、ロー線でも全ての2役をローロー方式で行うとは、限らず、甲板上にコンテナを搭載する場合には、LOLO 方式で2役を行うのが普通である。フェリーのプライド・オブ・バーガンディローローブネは、貨物荷役から発達した形態であり、対するフェリーは、土線から発達した形態である。 発生の由来は異なるが、徐々にフェリーとは構造は似てきており、近年は、ロー・ロー船とフェリーの区別は曖昧になっている。ロー・ロー船は抗議のフェリーとも言えるが、厳密には細かな点で違いがある。ロー・ロー船はあくまでも貨物船であり、一般の旅客と乗用車の乗船を行わず、基本的にはドライバーのみ13人未満の定員である。また、 貨物船であるため、フェリーに比べて、保安設備などの規格が緩く、船員数もフェリーに比べて少ない。また、契約した業者の荷役のみを行い、船内への積載はドライバーではなく、乗組員の手で行われる。それに対し、フェリーは、一般旅客を受け入れ、契約していない業者のトラックも受け入れている。広い一般旅客区画が設けられているほか、 保安体制が厳しく定められている。長距離、カーフェリーの場合年間を通しての収益の柱は、トレーラー、トラックの輸送であるケースが多い。この場合旅客船である、カーフェリーは、法的規制のためコスト高である。ドライバー抜きでトレーラーものみを運ぶ場合法的には、貨物船であるローろう船がずっと経済的である。このため、長距離、カーフェリーは、衰退気味で、ロー。 牢船への転換が進みつつある。牢牢船とコンテナ船の両方の機能を持つコンロ、線がある。上部甲板にはコンテナを、下部甲板にはトレーラーを積むようになっている。ありがとうございます。